メアリー・アン・コットンは、イギリスの連続殺人犯の女性。出生時の名前は、メアリー・アン・ロブソン。主として、ヒソを使用した毒殺によって4人の夫のうちの3人、自身が産んだ13人の子供のうち11人など、合わせて21人を殺害したとされ、最終的に殺人罪で、死刑判決を受けて処刑された。メアリー・アン・ロブソンは、 1832年10月31日にロー・ムアズリーに生まれ、そして11月11日にウェスト・レントンのセント・メアリーズ教会で洗礼を受けた。メアリー・アンが8歳であった時、一家はダラム州のマートン村に引っ越した。彼女は新しい学校で友達を作るのに苦労した。引っ越しから間もないある時、マートン炭鉱で高ーをしていた父親が150フィートもの、 縦坑に転落、死亡した。1843年、メアリー・アンの母マーガレットは、ジョージ・スコットと再婚したが、系譜とうまくいかなかった。16歳で、メアリー・アンはサウス・ヘッドンという近くの村のエドワード・ポッターの家の子守りになった。そこで3年間を過ごした後、彼女は母の家に戻って、婦人服の裁縫師として訓練を受けた。 1852年に20歳で、メアリー・アンは、入ッするアポンタインの炭鉱労働者、ウィリアム・モーブレート届けで結婚をし、間もなく、デボン州のプリマスに転居、その後も、頻繁に転居を繰り返す中で、夫婦は5人の子供を設けたが、うち4人は、基礎中毒に似た症状を示す胃の熱病で死亡した。1856年頃に、夫とにノースイースト・イングランドへ戻り、 ダラム州ヘンドンに定住、さらに3人の子を設けた。ウィリアムはサウスヘッドン単行の職長を経て、帰船の家父になったが、腸の障害で1865年1月に死亡した。ウィリアムは、ブリティッシュプルデンシャルインシュランスによって、生命保険がかけられていて、メアリー・アンは、夫の死で35ポンドの支払いを受けたが、これは、 当時の肉体労働者のほぼ半年分の賃金に相当する。夫婦の間に生まれた子供も1860年にマーガレット・ジェーンが1864年にはバッシュのジョン・ロバートが相次いで死亡し、ウィリアムの死亡時には1858年生まれのイザベラと1961年に生まれたもう一人のマーガレット・ジェーンの二人が存命であった。 最初の夫との死別から間もなくメアリーアンはシーハムに移り、そこでジョゼフ・ナトラスと関係を持った。しかしジョセフは別の女性とすでに婚約済みで、ジョセフが結婚するとメアリーアンはイザベラを連れてシーハムからサンダーランドへと舞い戻った。マーガレット・ジェーンはシーハム滞在中に3歳6ヶ月で死亡していた。サンダーランド期間後、 サンダーランド病院の接触伝染性熱病、回復施設である人道協会に職を得て、残された娘を自分の母の家に預けた。人道協会に勤務中、メアリー・アンは病院の患者だった義士ジョージ・ゴードと年頃になり、1865年8月28日にモンクーヤマスで結婚した。ジョージは麻痺と腸の問題を特徴とする慢性病で、 通院を続けていたが、1866年10月に死亡した。ジョージの死について、後になって医師は、持病があるとは言えあまりにも、突然の死で不意をつかれた、と証言している。メアリー・アンは、再び夫の死亡で、保険金を受け取った。1866年11月に、メアリー・アンは、サンダーランドのパリオンの造船校である、ジェームズ・ロビンソンの下で、 家政婦として働くことになる。ジェームズは戦災のハンナと死別して間もなくであった。メアリー・アンが家政婦になって約1ヶ月後、ハンナとの間に生まれた5人の子供のうちの1人が胃の熱病で死去。この結果ジェームズとメアリー・アンとの関係が深まり、やがてメアリー・アンはジェームズの子供を見ごもる。1867年3月にシーハムに住んでいるメアリー・アンの母。 マーガレットが病気になったので、メアリー・アンは一時的に母の元へ見舞いに戻る。一度は母親の病状も解放に向かったかと思いきや、すぐに胃痛を訴え始め、メアリー・アンが見舞いに戻って9日目に54歳で死亡した。預かっていた祖母が亡くなったので、最初の夫との間に生まれた娘イザベルも、ロビンソン家に引き取られるが、しばらくしてひどい胃痛を起こして死亡。前後して、 戦災ハンナとジェームズとの子供二人も同じ症状を発症して死亡しており、1867年4月の最後の2週間に3人とも埋葬された。1867年8月11日、妊娠5ヶ月のメアリーアンとジェームズはビショップンヤマスの教区教会で結婚し、二人の子供であるメアリー・イーザベラが同年11月に生まれる。 しかしメアリー・イザベラは異通を患うようになり、翌年2月に死んでしまう。この頃ジェームズは妻のメアリー・アンが自分に生命保険を契約するよう仕切りに求めていることに疑念を持つようになった。しかも自分の預かり知らぬところで60ポンドもの借金をしていたことが発覚。そして銀行に預け入れていたはずの50ポンド余りをメアリー・アンが横領し、さらに ジェームズの子供たちに、ロビンソン家の貴重品を仕入れさせていたことがわかるに、至って、メアリー・アンが産んだ子供で生き残っていた、ジョージの看護犬を自身に止めて、メアリー・アンと離別、メアリー・アンただ一人を、ロビンソン家から追い出した。ロビンソン家を追放されたメアリー・アンは、自暴自棄になり、路上生活を送っていた。そこで友人のマーガレット・コットンは、彼女を、 自分の兄弟フレデリックに紹介した。彼は、ノーサンバーランドのウォルーボトルに住む甲府で、少し以前に妻を亡くしていた。そして4人の子供のうち2人を亡くして、マーガレットが残っている子ら、すなわち老いのフレデリック・ジュニアおよびチャールズ・エドワードの母親代わりを務めていた。ベアリー・アンに、フレデリックを紹介してほどなくの1870年3月後半に、マーガレットは、 未確認内の病気で死亡した。メアリー・アンは悲しに沈むフレデリック・シニアを慰め、まもなくメアリー・アンは12回目の妊娠をした。フレデリックとメアリー・アンは、1870年9月17日に入ッするアポンタインのセントアンドリュース教会で結婚したが、ジェームズ・ロビンソンとの正式な離婚が成立していない状態での重婚であった。そして息子ロバートが、 1871年前半に生まれた。その後まもなく、メアリー・アンは、元の恋人、ジョゼフ・ナトラスが30マイル離れたダラム州のウェスト・オークランド村に住んでおり、離婚していたことを聞き知った。彼女は、ロマンスに再び火をつけ、そして新たな家族に彼の近くに移るように説得した。フレデリックは、その年の12月に、胃の熱病で、3人の全部に続いて、 墓石の下に眠ることとなった。彼と彼の息子らにも生命保険がかけられていた。フレデリックの死の後、ナトラスは、まもなくメアリーアンの下宿人になった。彼女は、天然痘から回復中の消費税管理である、ジョンクイックマニングの子守りとして、職を得た。まもなく、彼女は、彼によって13人目の子を妊娠した。この消費税管理の本当の名前は、おそらくは、 リチャード・クイックマンであろう。ウェスト・オークランド・ビール醸造所あるいは、国立公文書館の記録には、ジョン・クイック・マニングなる人物の形跡はないようである。国政調査の記録、出生、死亡及び婚姻の記録も、また、彼が実在した形跡を示していない。一方、リチャード・クイックマンは、ビール醸造所専門の税関消費税管理であって、記録に見出されている。 これがメアリーアン・コットンの恋人とされる人物の本当の名であり、伝承の過程で変化していった可能性がある。フレデリック・ジュニアは1872年3月に、そして幼児ロバートも相次いで死亡した。ナトラスもまた胃の熱病にかかっていて間もなく死亡した。メアリーアンに有利に遺言状を修正した直後であった。フレデリック・コットンのこのうち、 バッシのチャールズ・エドワード・コットンはまだ存命であったが、彼にもまた生命保険がかけられていた。メアリー・アンの破滅は彼女が教会区管理、トマス・ライリーに天然痘にかかっている女性の看護を手伝うように頼まれた時であった。彼女は最後に生き残っていた男児チャールズ・エドワードに手を焼いていると不平を言い、そしてライリーにチャールズ・エドワードを 呂役上に委ねることが可能かどうか尋ねた。ライリーは彼女に、側にいるべきであろうと言った。すると彼女はライリーに、男児は病弱だと言い、そして付け加えた。私は長い間苦労するつもりはありません。彼も、コットン家の残りの全員と同じようになりますから。5日後、メアリーアンはライリーに、男児は死んでしまったと語った。 ウェスト・オークランドの検視官助手も務めていたライリーは村の警察に行き、そして医師を説得して死亡証明書を書くのを延期させ状況を操作する時間を確保した。チャールズの死後のメアリー・アンの最初の立ち寄り先は医師の元ではなく保健事務所であった。そこで彼女は死亡証明書が発行されるまでは金銭は支払われないとわかった。死因審問が行われ、 そして陪審は自然的原因という評決を下した。メアリー・アンは彼の病気を緩和するためにクズコンを使用したと主張し、そしてライリーが彼女を訴えたのは自分が彼の求愛を拒んだからだと言った。しかし地元の新聞各紙はメアリー・アンがたイングランド内で転居を繰り返し、夫3人、恋人1人、友人1人、母親、多くの子を亡くし、 その全員が胃の熱病で死亡したことを調べ上げて報じた。報道を受けて、世論は彼女に権利の目を向けるようになり、事件性も考慮した捜査が行われるに至った。チャールズを診察した医師はサンプルを保管しており、そのサンプルからヒ素の陽性反応が出た。彼は警察に行き、警察はメアリーアンを逮捕し、そしてチャールズの遺体の掘り返しを命じた。彼女は、 殺人の容疑で控訴されたが、妊娠中であることから、後半は出産まで延期された。1873年1月10日、メアリー・アンはダラムゴールで最後の子を出産し、その子はマーガレット・クイック・マニング・コットンと名付けられた。出産まで延期されたメアリー・アン・コットンの後半は、検察官の選任によって、再び延期された。当初、 アスピングウォールという人物がつくことになっていたが、法務長官、サージョン・デューク・コールディッチは、自らの配下で友人でもあった、チャールズ・ラッセルを選任した。地元検察の人選を覆して、法務長官が直々に任命したことに関して、会員において質疑となったが、しかしこれは認められ、ラッセルが刑事訴追を指揮することとなった。こうして1873年3月5日に、 ようやく後半は開始された。チャールズ・ラッセルはこの後、アデレード・バートレットや、フローレンス・メーブリックの事件など、いくつかの有名な毒殺事件の後半に関与するが、このコットン事件は、彼の、そうしたキャリアの最初の事案であった。メアリー・アンの弁護は、トマス・ギャンベル・フォスターによって指揮されたが、彼は、後半の間、チャールズは、コットン家のグリーンの壁紙の染料として使用される。 基礎を吸入したことで死亡したと主張した。しかし陪審はメアリー・アンに有罪の氷決を下した。タイムズ通信員は3月20日に次のように報告した。いくつかの請願が内務大臣に出されたが通ることはなかった。メアリー・アン・コットンは1873年3月23日にウィリアム・カルクラフトによってダラム州のゴールで公主刑に処せられた。 公主系執行の後、メアリー・アン・コットンという題名の動揺が歌われた。メアリー・アン・コットン、シーズ、デッド・アンド・シーズ・ロトン、ライイング・インベッド・ウィズ・ハー・アイズ・ワイド・オープン・シング、シング、ホワット・ソング・シュット、アイ・シング、メアリー・アン・コットン・イズ・タイド・アップ・ウィズ・ストリング・ウェア、ウェア、シーズ・アップ・イン・ザ・エア、アンド・ゼ・ヤー・セリング・パッティングス・フォー、エー・ペニーペア。ありがとうございます。